ゴーリキー級巡洋艦は、ソビエト、ロシア海軍の軽巡洋艦の艦級である。ソ連海軍の計画名は26、ビス型軽巡洋艦である。写真は、モロトフ。本級から等型環境となり、マストと分離された。本級は、黄色普級に引き続き、ソ連海軍の1937年度計画により、マクシム・ゴーリキーと、モロトフの建造が承認され、 1938年の第3次5カ年計画でカリーニンとカガノオビチの追加2隻が承認されて計4隻となったクラスである。全球の建造経験や運用中に起きた難点を解消すべく設計には代償様々な解説系が取り入れられた。レニングラードで撮影されたマクシム・ゴーリキー。本球から等型環境となりマストと分離された。本級は 砕氷監視であったために、このような氷に閉ざされた海でも、行動可能であった。本級の船体形状は全球に引き続き、単船主郎型船体で、領海には真冬に流氷に閉ざされる、バルト海があるために、砕氷船として、使えるように、砕氷構造の監視を採用していた。監視乾板上には18センチメートル速射砲を3、連装砲塔に収めて、 背負い式で2機を配置した。2番手砲塔の背後には、指令塔を組み込んだ、相打環境が立つが、全球において、開口部が多かったために真冬には、霊気が見張り所や環境に吹き込んで内部が欠表する、欠点を解消すべく、本級において、近代的な円筒形の塔型環境に改め、設計された。レイアウトは、相打環境の上に2段の見張り所が設けられ、 頂上部に即挙儀と射撃砲位板が配置していた。環境形状の変更に伴って、全部マストは一番煙突の前に、簡素な三脚式のものが建てられた。写真は、モロトフの航空兵装機関配置は、ボイラーとタービンを交互に配置する、シフト配置を採用していたために、日本煙突の間は、前後に広く離れていたが、 そのスペースを無駄にせずに水蒸気施設に当て、水蒸気射出用カタパルトが中央部中心部に1機、配置された。カタパルトの両脇には、関西艇と53.3センチメートル3、連装魚雷発射管が左右に1機ずつ置いてあり、水蒸気と関西艇は一番煙突の左右には、洋州用クレーンが、片下に1機ずつの計2機で運用された。 副武装の10センチメートル広角砲は爆風よけのカバーのついた単装砲画で2番煙突の脇に片元3機ずつ計6機を配置した。2番煙突の背後にシンプルな三脚式の後部マストが配置され、後部甲板上に3番手砲塔が後ろ向きに1機配置された。艦守から撮られたマクシムゴー力キー。独特の三連装砲塔がよくわかる写真。 手法は全球に引き続き、B-1、P パターン1932年型 18cm 速射砲を採用した。その性能は、重量 97.5kg の砲弾を行角45度で 37,800m まで届かせることができる。この砲を三連装砲塔に収めた。この砲塔は三門すべてを一緒の砲画に接続しているために、 全門聖者しかできず、方針の間が詰まっていたために、互いの砲弾が干渉しあって散布界が広くなる、弊害があった。砲塔の不行能力は、行角48度、深く4度で方針の上下が3問一気に行われた。旋回角度は、戦隊守備戦方向を0度として、左右180度の旋回角度を持つが、実際は、 上部構造物により社会に制限があった。発射速度は毎分5.5発である。広角砲は同じく新設計の1934年型 10cm 広角砲を採用した。この砲は 15.6kg の砲弾を行角45度 24000m、最大行角85度で高度 14000m まで届かられた。旋回と不は 電動と人力で行われ、左右方向に176度旋回でき、浮行は、行角85.5度、深く5.5度で、発射速度は、毎分16発だった。これを単装砲がで片元4機の、軽8機を搭載したが、カリーニーと、カガノービチは、8.5センチメートル広角砲を、採用して、単装砲がで8機を搭載していた。他に、 広角法を補助するために、1941年型 4.5cm、広角機関砲を採用した。この砲は 3.45kg の砲弾を行革45度 9500m、最大行革85度で、高度 6000m まで届けられた。旋回と不行は、人力で行われ、不行は、行角85.5度、 深く10度で360度旋回できたが、実際は、上部構造物により社会に制限があった。発射速度は、毎分25から30発だった。これを単装砲画で6機装備、新設計の、1939年型3.7センチメートル機関砲、を採用した。この砲は1.8キログラムの砲弾を行角45度で、 8000メートル、最大行角85度で、高度6000メートルまで届かられた。旋回と不行は、人力で行われ、不行は、行角85.5度、深く10度で360度旋回できたが、実際は、上部構造物により社会に制限があった。発射速度は4.5センチメートル機関砲の約3倍になる毎分100発だった。 これを単装砲画で10機搭載した。さらに手法では、対処できない相手に53.3センチメートル3、連装水上魚雷発射艦を2機装備した。他に、水路閉鎖用に機雷を60から96個搭載できた。機関配置は全球と同じくシフト配置である。本艦級で、ーロ郎ー式重油戦召艦6機と、アンサルド式、 ギアードタービンを組み合わせ、機関出力 127.750HP、速力36ノットを発揮した。航続性能は17ノットで4880回り、航行できると計算された。ありがとうございます。